ソー切ったらリャンピン短期なんですけどもっていうことですよね。ワンチャンス、チーソー3枚切れて、でもツモバンもうないです。あと2枚、ヒサと岡田で終局です。まあ天敗、でも急走切ると岡田に当たります。急走ここで出た、3900、岡田の上がりです。各ドラドラ3900点、ルミからの上がりとなりました。いけいけって、いけ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 って手配がいけいけと言ってましたね。やめては天敗、やめては天敗、やめては天敗って、こんなことあるんですね、チート率で。ちょっと難しい、そうですよね、チート率。まず最初の、ね、やめた守備に入った選択も面白かったんですけども、いやこれはちょっと手配に翻弄されたか。その後数層切ったのも面白かったですよね。天敗までたどり着いたのもすごかったですよね、はい、本当に。さあ、トンド3曲、ルミの親番、ドラはチーソーです。でね、ルミ言ってたんですよ、試合の前に。なんて？今日はもう自分らしく大胆に行きたいと、はあ、でもう今日前回の試合で、ね、結構悔いがあったんですって。なんか自分らしく打てずに負けてしまったと。なるほど。なので今日はちょっと吹っ切って自分らしくいつの目標に頑張りますと強い言葉で話してくださったんですよね。やっぱりそれ大事ですよね、うん、自分らしさ。なんか強さもよくおっしゃってる気がします。あの負けてもいいんですよ、ラス引いても、うん、自分らしく打ってればファンはそれを期待してるんで、うんうん、はい、二階堂ルミの麻雀を見たいわけですから、うん、はい、それを見せてくれて、たまたまラスを引いちゃったとか、たまたまトップが取れたとかいうだけ、結果はね問わないと思うんですよね。うん、そっか。じゃあ前回はルミとしては自分らしく打てずに負けてしまったのが皆さんに申し訳ない、うん、そうそう、ということですかね。そういうことです、そういうことです。はい、ファンをがっかりさせるプレーはしたくないって思ってるはずですからね、うん、さあここでルミ仕掛けました。親番ちょっとギアを変えてきたが、初のポンから入ります。ちょっと染めたいね、染めたい。現状イーシャンテンですけれども、イースーピンの受けを払っていきたい。トンが重なれば、あ、でも2枚切れか、2枚切れになっちゃいましたね。さあ岡田かなり手配の形良くなってきました。赤も持っています。本田はと苦しい手配ですね。親の神茶なんで、うん、仕掛けた親の神茶、安全牌発は温存しながら進めていきます。あ、カンカ、ね、4枚目。いやこれトン切っといてリャンマン引いて、あの3ピンリャンピンっていう手もありますよね。そうか、リャンマン引くとイースーマンの受けができるんですね。そうです、そうですね、はい、でイースーピンから入ってしまったらカンしようっていう、そういうことでしょうね。その2段構えでいきますか。さあ岡田手配が華やかになってきた。しごろしごろしごろ、赤も2枚で、これは岡田大チャンスですよ。岡田に11、あ、ドラか。岡田は11月3日以来の登板です。実はね、自身の出番を1回渋川さんに譲ったんですよね。 あ、 そうですね、あの時ね、はい、なんかあそこにね、桜のやつね、そうそう、11万点台のトップの時、はい、で悔しいであろう渋川さんにもう1回行っておいでと、岡田さんがねもうスタンバイもしてたのに譲ってったんですよね。あ、さあこれもくっついた形ですね。カンスーマンができたというふうに見られますかね。そうですね、狙い通り、はい、ローソーだって3色できた。何待ち？カンパーマン。おー、パーマンはルミが2枚持っているが山に残り2枚です。え、パーマン危ないの？あ、でもルミがマンズだから出ないですね。そうですね、はい、パーマン、パーマン1枚か。パーマン1枚で、本当に1枚持ってました。赤赤ですもんね、はい、本当のパーマンもちょっとなんか不安定に見えますけども。いや、出ないと思いますよ。これは出ないか、そっかそっか、ルミがマンズだから。でルミはもうこの2枚は使い切れるから出ないでしょう。ただ岡田ね、打点はあります。ここからの変化もある。岡田3色赤赤、8先手の天敗を入れています。3ピンがないのか。3ピン引くといい変化になっていくんですよね。なんか3色はちょっと崩れちゃうかもしれませんが、それはもう良しということですか、お、これが理想の引き。これが先ほどおっしゃっていた。お、5万先打った。はい、チュン残しながら先にマンズ見せました。もう5万パーワンのポンは期待しない。なるほど。ないでしょうと。あー、切りづらい。押してる押してる。自分の手の価値がありますからね、これ。はい、三色赤赤。もちろんね、それでも切るのに勇気を入れる牌はたくさんあります。ルミは初をポンしてこの形、マンズの本一のイーシャンテンです。佐藤はもう自敗並べてますね。わあ、3つ来ちゃった。全部揃っちゃった。3つしかない赤、すべて手配に組み込みました岡田です。これ積もったら3000、6000？そうですね。
そしてパーマンは山に1枚まだ残っています。だから次3品出た時ポンって言うかな。単葉赤さんで8000点で街を良くして、うんうん、上がりやすさ重視でいきたいかもしれませんね。あ、引いた、これ自分で引いた。これがいい変化って言ってました、これがいい変化ね。まず9万打ってからのですよね。9万打つと数値万待ち、安めの数万で上がっても単葉を赤。E1 は勝負したけど、ウーアン切りの9万が切りづらいのかな。そうすると3品そのまま切ることになるけど、ちょっと勝負したいですよね。しかも9万切った後にマンズ待ちじゃないですか、はい、これもちょっと引っかかってます。ルミとマンズ被っちゃうな、ね、はい、しし9万いきました。さあ、数値万待ちに変化しました。数値万はどうでしょうか。1万が1枚とあるんだ。数万も1枚ありません、これ。7万積もったらどうなるの。7万積もったら積も単葉を3色赤赤赤羽マンか、羽マンですね、はい。これ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 はさらにだ。これは強気にいきたいね。7万。さあ、これ7万切るともう7万切ってリーチでもいいぐらいですね。もう最終形ですね、これね。闇、ただ非常に強いチーマンを打ち出しました。さあ、岡田の街がどんどん変わる。イースーチーピンリャンピン、あー、これあー、チーさせた、チー、あー、テンパさせた、はい。これでルミはスーチーマン待ち、ただ岡田はスーチーマンからもう待ち変わってます。岡田をマークしてね、打ってるんで、今度はホンダがね、はい、だからピンズ切れなくなっちゃったんですよね。うわー、これ受ける側大変ですね。大変ですよ。これじゃないんだな、ちょっと違う、ちょっと違う、まあ、イースーチーピンリャンピンでもいますよね、これ。あー、積もってた、1個ずれましたね。これルミのイーマンチーによりさっきまで岡田の積もハイだったチーピンがこんなところに流れてきました。いや、これはもう両者後ろには下がれない戦いになってる。スーチーマンっていうのはあと1枚だっけ。スーチーマンはそうですね、さっき減った分かのかな、はい、チーマン減ってあと1枚ですね。さあ、イースーチーピンリャンピンはまだありますよ。イーピン1、リャンピンがランピンだ、ランピンだ、高めだ、ランピン1枚いました。さあ、岡田1万2000単葉3色、はい、赤3つ、ハネマンです、1万2000点。岡田またもやルミを直撃、今回は1万2000点の上がりとなりました。これは大きいですね。じゃあ、よく勝負 しましたね、はい、そうですね、9万チーマンと払っていった岡田の強さですね、これは、はい、5万出たから先打ったんでね、ルミがね、はい、効果があるかなと思ったら火ね、一本も引かずに、そうか、そこに臆さずに行った岡田、そうですね。いや、これは岡田かなりのリードを取りまして、トンの4曲です。佐渡の親バンドラバーパーソーです。